今回の出演はシャオちゃんにとって大きなチャンスだと思うの。それはそうかもしれないけど、もちろん最後はシャオちゃん次第よ。出る。ゲームをするだけだし、せっかくリエさんが指名してくれたんだもん。じゃあすぐに OK の返事出すわね。お願い。パートナーのジェンにも連絡しとくから。うん、うん、こらー、今回出演するにあたって一つ問題があるわ。私がマネージャーをしていれば、大抵の業界人はシャオちゃんとジェンは面識があると思うはず。一緒にワンさんの現場に行ってるしね。そうだったわね。ただしジェンとの距離感は絶対に悟られちゃダメ。もしも普段のように振る舞ってしまったら、それこそ憶測が憶測を呼んで大変なことになる。めちゃくちゃ身近にどでかいスキャンダルが。今回のバラエティでもあなたは演技をしなくちゃならないってこと。うまくできるかな。っていうか、こんな気まずい状態であいつとどう接すればいいの。なんて声かける。落ち着け、落ち着け、シャオ。あなたならできる。いや、スー・シャオさん、今日はよろしくお願いしますね。とても光栄です。おはようございます。ファン・ジェンさん、スー・シャオさん、本日はよろしくお願いします。ディレクターのコー・シンイーです。よろしくお願いします。よろしく。お二人は数回ほどしか面識が。ないです。お二人ともこちらにいましたか。あ、シーウェイさん。なんでここにシーウェイさんが。これはこれは、お久しぶりです。おや、最近お会いしましたよ。またまた、どなたかと勘違いなさっているのでは。おかしいな、記憶力には自信が。確かこの番組には協賛のほか技術面でも協力なさっているとか。弊社の業務まで知っていただけてるとは光栄です。ディレクター、至急確認お願いします。はーい。それではまた後で。冗談が過ぎました。お二人の関係、周りにはどのように？
あくまでも面識がある程度と、彼女に余計なイメージをつけたくない。お願いします。わかりました。一つ貸しということで。この収録しんどすぎる。さあ、それでは第一ゲーム、障害物バスケットです。制限時間内に女性がボールを持って障害物を越え、ゴール下にいる男性の元へ向かいます。ボールを男性にパスしてシュートが決まれば失点、女性がそのままシュートを決めれば15点となります。まずはファンジェン・スーシャオチームからスタートです。国民的トップスターと新進気鋭の女優がどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。気まずさに耐えられん。この状況を打破するには。優勝おめでとうございます。やるじゃないか、見直したぞ。この間はごめん。お互い忘れよ、エラリン。勢いで行くしかない。こういうゲームは昔から得意なんだから。よーい。シャオさんパス任せて。勝負もらった。さあ、第一ゲームが終了しました。結果はなんとファンジェン・スーシャオチームのみ15点、他のチームは0点です。さあ、次の競技でこの状況がどう変わるのか、とご期待。はい、それではセットチェンジします。どうよ。ちょっと来い。何よ。何を考えてる。あんなにムキになって、この番組を見たことないのか。よく見てるけど。他の演者を見てどう思った。どうって、みんなゲーム下手だなって。それがこの番組の趣旨なんだ。見る人たちに笑ってリラックスしてもらう、オリンピックじゃないんだぞ。それにあんなに早くクリアしたらカメラにだって映らない。遊びでも手を抜きたくないの。いい加減にしろ。今の時代、好感度がなければいい仕事はもらえない。お前は役者だろ。その場その場で臨機応変に自分を演じ分けろ。そうかもしれないけど、ちょっとぐらい褒めてくれても。確かこの倉庫にあったはずだ。急げ。どのあたりに置いたっけ。確か奥の方だ。早くしないとまたコウさんに怒られちまう。この間すごかったからね。いくらなんでもこれ近すぎでしょ。まずいぞ。円周率だ、円周率。 3.14159265358279。 大丈夫よね、大丈夫よね。 3421706792148048。 ねえ、3066470938444。 ちょっと。もう誰も部屋にいないわよ。おう。私先に戻ってる。俺は少し遅れていく。さっき言われたことちゃんと分かったから。それでは用意スタート。ま、そうなるよね。続いてはランウェイゲームです。まずは男性陣が水着と入場曲を選び、女性陣はその曲に合わせて水着でランウェイを歩いてもらいます。勝敗は観客の皆さんの支持数によって決定。男性陣の皆さん、素敵な水着と曲を選んであげてくださいね。それではラスト、現在最下位のファンジェン・スーシャオチームです。どうぞ。泥棒にでも入られたのか。くそ、何も残ってないじゃないか。用意ができましたので、各チーム順番に出てきていただきましょう。
なのよこの曲は。あんなに早くクリアしたらカメラにだって映らない。これ完全に顔隠れてますけど。さあこうなったらアクション。よし、よくマスクを外した。なるほど、考えたな。シャオはスタイルがいい。その分露出が多い服を着れば品がなく見える。だが、ウェットスーツならそれを避けた上でのスタイルの良さを引き出せるわ。ナイスすぎる。何？笑わせてもらったよ。見事なポーズだった。お姉ちゃんとっても綺麗だった。ジェンさんはあなたの魅力を分かってる。最高のパートナーね。ありがとうございます。さあいよいよ後半戦。ランウェイゲームの衣装を着た女性陣たちによる25メートルガチンコ水泳です。どうした？実は私泳げないの。え、意外だな。あんなに運動神経がいいのに。昔海で溺れかけたことがあって。それから。わかった、このゲームは棄権しよう。待って、番組がつまらなくなるのは嫌。やはりその衣装は正解だったな。はい、今入った情報によりますと、なんとスーシャオ選手は泳げないそうです。にもかかわらず浮き輪を使ってのチャレンジ、これは応援せざるを得ません。頑張ってシャオ。いけるいける。恥ずかしい。それでは位置についてよーい。わざとか。あれ、全然進んでない。まだまだ絶対に諦めたくない。ゴールしたい。どうしよう、どうして前に進まないの。もういいぞ。諦めて上がって。よく頑張った。行くぞ。完全通勝チーム、ゴール！気がつけば今日も午前に日、ぬくもるソファーしばしさよなら。メイクを落とせばいつだって素直になれる。